公共曲第3番派単調作品44は、セルゲイプロコフィエフが1928年に作曲、完成した3番目の公共曲である。炎の天使と命されることもあるが、後日の通り作曲者はそれを望まなかった。前年の1927年に完成させたオペラ、炎の天使は、1928年の6月14日にパリで、 セルゲイ・クーセビツキーの指揮によってその一部が上演されたが完全な形による初演の見通しが立たないことを悟ったプロコフィエフは炎の天使をもとにした組曲を計画した。だがオペラのある主題がそなた形式の主題として使えることに気づいたプロコフィエフはこれを公共曲とすることに決め作曲作業は1928年の夏から11月3日に かけて行われた。このような成立過程であるが、プロコフィエフは、自伝の中で、私の最上の作品の一つと述べており、かなりの自信を持っていたことが伺える。またこの曲が、炎の天使と、命されることはこのまず、表題のない純粋音楽作品として見られることを、望んだ。ライバル的存在であったストラビンスキーが高く、評価した作品でもある。 この曲は友人であるミアスコフスキーに捧げられた。1929年5月17日にパリのサルプレエールでモントゥー式のパリ公共楽団によって行われ、好評を博したと伝えられる。構成はオペラの筋には沿っておらず、純心フォニックに書かれている。約34分ないし約35分。ありがとうございます。